さあ、ここでプロからですね、家の中でできる簡単な練習について教わりたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまずはい、家の中でってことなんで、はい、クラブ振ったりすると危ないんで、クラブは振らないんですけど、ちょっとこのクラブを今日は7番を持っていただいて、はいはい、でそのままクラブ背中に担ぎます。背中に、はい、で、はい、これで体の回転の方法を少しこう体感してもらうドリルをやりたいと思います、はいはい、まずですね、ボール目の前にあるんで、はい、このボールを真ん中に置いていただいて、はい、もうちょっとお庭足を離れましょうか。離れ、はい、でそのまま肩幅ぐらいに足開いていただいて、はい、お腹から前傾します、はい、でこの時姿勢さっきやった感じで、はい、いい姿勢を作っていただいて、お腹から前傾して膝を少し緩めます、はいはい、でこのまま、左の肩を顎の下に持ってきてください。そう、もう本当にじゃ あのクラブは振ってないけど、このボールを打つつもりのそうです、ね、ボールの位置にして、はい、で今の左のこのクラブヘッドを、はい、このボールのところにこう重ねてあげる感じ、はいはいはい、と左肩下になりますね、はい、これがトップの時の活躍になります、はいはい、ここから今度反対側で、はい、腰を回してあげて、今度右の肩が顎の下きます、はいはい、結構きついでしょう、はいはい、これがあの肩の回転ね。もう一回いきますよ、はいはいはい、左の肩が顎の下に入って、はい、今度は右の肩は顎の下です、はい、あそっか。でその時に下半身があまりこうなってちゃいけないんですよね。そうです。もうこのまま前傾したままで、そのこのまま決めたままこう、はい、左の肩は顎の下、右の肩は顎の下ね、はい、でこのまま最後、はい、フィニッシュまでいきます、はい、今度、ちょっとちらっと見ていただいていいですか、はい、こんな感じです。右の肩が下から上にずーっと回って、右足つま先立ちで左足の上で立っております、はい、ここからこう、もう一回ですこっからこうグッと、あこういう感じ、きつい、はいはい、ね、これをこれが正しい、はい、自宅でやっていただくと、あのクラブ振らなくても体の使い方が分かるんで、こう、そう、左の肩が顎の下、こう、もう一人、もう一人ここからね、左の肩顎の下、はい、右の肩顎の下、はい、最後目標の方にこう肩を向けてあげると、はい、結構きついです。こうこうここまでね、はい、こういう感じ、はい、はい、OK です。はい、こういうのをちょっと家でやっていただくと、はい、体の使い方が少し分かりやすくなるん で、そうです、ね、これをまあちょっと今ストレッチにもなるんで、はい、家でやっていただくと使い方が分かって体が動けるようになるんで、まだまだ飛びますから、はい、実際練習場行くとここで手で構えちゃうから、こっちの方に意識いって肩が意外と回らなくなったりしてるん で、はい、そうですね、はい、手を動かさない分肩でこうやってボールを捉える、そうです、練習、しかも下半身と連動した、そうです、あ、すごいいい練習になりますね、ぜひやってみてください。はい、ありがとうございます、はい、お願いします。